私は普段片付けコンサルタントとして活動しています。Morning, 私の片付けの遍歴について少しお話しすると、私が初めて片付けに興味を持ち始めたのは5歳の時から。

ちなみに私がこれが私のお客さんの片付けのビフォーアンダーフターです。This is my magic.So we'll see a before after, yeah, before <picture S 1> and a f e of the clients.This、yes. is my magic. <laughs> 今日は皆さんに 私の長い片付け遍歴の中で発見したあなたの人生を丸ごと変える片付けの法則についてお話しさせていただきます、so、それはとってもシンプルで強力なたった一つの法則ですそれは

片付けというのは自分を大切にするための行為です。皆さんは自分のベッドルーム、今皆さんの自分のベッドルームが完璧に理想的だ。 というふうふに言えますか as as そこには自分の本当に大好きなものだけが置いてある完全にリラックスできる状態だというふうに断言できるでしょうか、so、もし皆さんがそうではない つまり自分の持っているものやお家に対して好きではないなというふうに思っているとしたらそれはその気持ちっていうのは自分の言葉自体に現れてしまうんです If you 例えばこんな言葉を聞いたり自分で発してしまったことはありませんか 散らかってるけどどうぞお入りください I'm sorry it's a bit messy but please come in <laughs> これはとっても悲しいことです That's very sad actually <laughs> あなたが持っているすべてのものはあなたの役に立ちたいというふうに思っています All the things you own want to help you, want to support you だからこそ自分のお家には自分が本当に大切だなというふうに思えるものだけ置くべきなんですそのものを見るたびに大好きだなとか大切だなというふうに思えるものだけお家に置くことでものとあなたの間にはポジティブな関係性が出来上がります。 So, when you look at your things, you can say, Oh, I really love this, or Oh, this is very important to me. And when you do this, you create a good relationship within you and your things. So, even when you are not in your house, it creates a good energy vibe that stays here when you are not there. ものだけ自分にとって大切なものだけが置いてあるお家というのは皆さんご自身にとってはもちろん皆さんのゲストにとっても最高に心地いいとい感じられる家になるはずですそれではここから実際に片付けのデモンストレーションをご紹介していきます。 So now I will do a short demonstration. So when you do the clothes. 家の中にあるすべての洋服を一か所に集めて積み上げます。す。す一着残らずががポイントでででるるとあなたの目のの目前には何が現れるでしょうう、か。そ洋服の山です。 その洋服の山を見るとあなたは必ずショックを受けますあこんなにたくさんのものを持ってたのか多くの方は自分が思っているよりも 3倍のものの量を持っているというふうに言われています、so、they they この山の中から自分にとってときめくものだけ選んでいきましょう、so、ポイントは必ず一つ一つのものを触ることです 見るだけではいけません物を触ることでもの自分の体の反応を感じてみてください、so、例えばときめくものを触った時というのは体がこんなふうになります、so キュン体のすべての細胞が上に上がる感じです、so like、逆にときめかないものを触った時ズン。So 体ののすすべての細胞がが少しずつ下がる感じです今、皆さんこれを見てとっても不思議なふうに私のことを見ていると思いますけれども実際に家に帰ってやってみてください。びっくりするほど自分にとってときめくものかそうでないものかどうか。 というのは自分の体の反応で分かるということを知るはずです。こんなふうにして、すべてのものを一つ一つ触って、自分にとってときめくものとそうでないものというのを選んでいきます。So、こんなふうに、この コンマリメソッドを使って片付けをしていくと変わるのは家の中だけではありません method, 頭の中までクリアになって例えば人間関係や仕事すべての選択肢において自分を幸せにしてくれる選択肢を選べるようになるんです Your mind will get clearer, and the choices you have to make for work or for relationships, everything you can choose in order to what sparks joy to you. For example, after organizing, you can find yourself, look yourself and try to find a job that really, really you really want to do.

片付けを実践することであなたの人生は確実に魔法のように変わります今日は短い間でしたが私の片付けのポイントについて一部分だけご紹介させていただきました。 もしこのお話を聞いて、もっと片付けについて知りたいというふうに思われた方は。私の本をお読みいただくか。来年の春に片付けのアプリをリリースする予定ですので。コンマリメディアドットコムにサインアップしていただけると嬉しいです。if you are interested about this method, you can either read my book or use this application that will be released next uh, next uh, next, sorry, next spring.。and you can first register to the c o m m r n media dot com sites。